体内市は、新潟県北部に位置する市。2005年9月1日に、北神原郡中条町、黒川村の合併により発足。柴田市への通勤率は14.1%。新潟県北部に位置し、市域は、体内川流域に沿って東西に、辺の字に曲がった、細長い形をしている。平野部の中条地区と、山間部の黒川地区の間に、串形山脈があり、 それを横切る形で体内側が流れている。典型的な洗浄地であり、洗濯部では体内側の水は伏流水となるため、夏場の降雨の少ない時期は水なし側となることがある。先端部では湧水が豊富で、ドッコン水と呼ばれている。冬の降水量は多いが、気温そのものはそれほど低くならず、1月の平均最低気温は関東地方の内陸部と同程度である。 一方、夏は暑さが厳しくなることも多い。地域を流れる体内側に由来する。黒川庁舎定数16、シンクルトン記念公園稲作を中心に、野菜類、柿栽培、養豚、養鶏などの畜産、果樹栽培も盛んである。主なものは以下の通りである。平野部の中条地区には工場が数多く立地している。主なものは以下の通りである。 沖合では海底油田、ガス田のプラットフォームが稼働している。水力発電体内側のダムを利用して、新潟県が設置、管理する体内第1第4水力発電所が稼働中である。ライフライン山間部の黒川地区では、旧黒川村時代から積極的な観光開発が行われており、四季を通じて観光産業が盛んである。パラグライダーを楽しむことができる。 3.8のつく日に、熊野若宮神,神社前で、定期市、中城市が開催される。かつては、新潟市と山形市を結ぶザオ号が、体内 BS に停車していたが、体内 BS は2020年3月に廃止となり、ザオ号は、市内に停車しなくなった。高速道路一般国道道の駅を津報寺地本の、水場将軍聖地国設体内スキー場、体内側沿いは、 リゾートとして整備されており、体内スキー場、ゴルフ場、天文台、ホテルなどがある。ありがとうございます。